ということで、なんて読むんだこれ。黒ひげフェストだよ。黒フェスやっていきます。それ買い違いされちゃうよ。こうしてフェスが始まったんだけど、そういえばこのチャンネルでは初めてのフェスだね。しっかり楽しんでやっていきたいな。まあこの動画が出る頃にはフェス終わっちゃってるけどね。見たいよ。そんなことよりこのフェス何の武器使うの。もちろんシャープマーカー使っていきます。敵だね。ほんと、なんか他に使いたい武器とかないの。まあ視線かジムワイパーかな。ほう、ジムワイパーは動画映えしそうだよ。ジムは無理だ、難しすぎる。まあそうだよね。まあ陰でひっそり練習しますか。やっていこうね。ってことで、試合やっていきます。なんか BGM いい感じに変わってるね。冬って感じがいいな。スタート。そういえば縄張りの時って、どんな感じで動いてるの？そうだねー。基本ラットがいないなら自陣塗りする。そんな感じかな？なるほどねー。レッツカみたいね。しっかり倒せていけたね。うろろろろ、最高だぜ。笑い方一緒。そうやって調子乗ってると、またすぐにやられちゃうよ。いやいや、そんなことすぐに起きないよ。今来た敵を倒して。倒して。ルビバジェーン、なんか調子乗るとすぐに倒されちゃうな。人は油断してる時にもろくなるからね。ああ、わかるわ。今さっきので思い出したわ。呪術廻戦の五条悟が。ネタバレ禁止。はいはい、まだ読んでなかったもんね。そうだよ、絶対にネタバレはダメだよ。もう言わないよ。あ、シコラが抜けようとしてるよ。そうはさせへんで。あれ先輩だけは嫌だ、先輩だけは嫌だ、先輩だけは嫌だ、先輩だけは嫌だ。でも勝ってそうな。おやー、偶然。ふふ、やってやったぜ。味方の横取りしただけじゃん。ひえ、どうだ。よく考えてきたね。変な声出てたけど。そんなこと言ったら、急に出てきたローラーにビビったように聞こえるだろ。でも冷えって。あれはなんか急に寒くなったというか。でも暖房つけてるよね、この部屋。はい、ビビってました、すみません。おぉ、勝った時の BGM も変わってるね。ああ、祝福されてるような BGM だ。もう寝よっかな。今から窓開けようかな。おい、やめろ。やっていきます。このステージ近にありそうなのに雪が降ってるね。まあ時期にやむさ。やべ、かなりピンチ。ずっと攻められてる感じだね。まずは左高台を取り返したいな。ここさえ取り返せたら逆転できそう。まぐれです。まぐれだね。でも取り返すことができたよ。あとはダイナモさえ倒せたらかなり前線が上がるはず。キャッチャー危ないよ。デカガロンまで来てたんか。まああと1分あるし、なんとか逆転していくか。そうだね。かむさいね。二重点の使い方だね。ずっと見てたからわかる。これは使い方が悪い。ゲームベタの現職さんでもわかるようになったか。どうした。あ、でもこれもう一回紙使えそう。紙使えても時間がもったいなくない。使う時間があるなら塗った方が勝ち確率も上がると思うんだけど。紙タイプ C は男のロマンだからね。このま、無理には使わないよ。塗れるところをしっかり塗った上で使う。ならいいんだけど、勝てるの。勝つさ、とりあえずクイブで検定しつつ、前に出れるなら出て塗りを広げたい。ガロンさんに見られてるね。あ、髪が溜まった。衣装を置きましたわー。結局使っちゃったね。ま、あとは塗っていきますか。勝ちましたー。3試合目やっていきます。ガッチボ突然の10万ビートボックス。あ、負けた時の BGM も変わってるね。あー、なんか負けた気にならないな。負けたんだけどね。確かに。あ、壁塗ってたら可愛いの見つけた。おう、可愛い。4試合目、やっていきます。そろそろ紙使いたい。むやみに使っちゃったらダメだよ。やばい、ダメだ。無理やり紙使いに行ったでしょ。そんなわ。あ、また負けそう。そういうか射程勝ってないよ。あ、スペシャル。借りてごめんじゃあ。よし、勝ったな。なお、負けました。勝つ流れやったやん。ゆっくりのざきチャンネル。続く5試合目、終盤いい感じに球が入り、勝っていきました。なんか、長くね。あ、確かに。あ、始まるね。6試合目だ。あれ、あと
何試合するの？これ終わったらあと1試合。へぇ、だから今回はカット多めなんだ。見たいよ。あ、だから神タンクのフルが多めなんだね。まあそうだね。やっぱり多めの試合を編集すると、カットが多くなりがちなんだよな。なんとか6から8分までに収めたいし。でもカットしすぎて内容がわかりづらくなりそうだけど。そこは意識してちゃんとカットしてるつもり。でもできればカットしたくはないんだけどね。なんかいろいろ難しいね。ま、もし見にくいよとかあったら、コメントください。ある程度改善します。改善しなさそうな言い方。そこら辺は頑張ります、ちゃんと。ほんとかな。よし、最後の試合、やっていきますか。なんか長かったような短かったような。まあ、まだ鳥からバトルが始まってないからね。ちゃんと動画にして出す予定。わぁ、楽しみだな。自陣無理は任せろ、バリバリー。あれ？自陣無理は？あ、とりあえず神が使いたくて。めちゃくちゃ修行じゃん。ま、時間も余裕だし、後からでも無理に行きますか。まあ言われてみればそうだね。気がつけばちょっと押され気味かな。でもまだ1分あるよ。正直相手の方が無理強いからな。あと1回ぐらい丸ミサも飛んできそうだし。じゃあまずはラストさんを倒していきたいね。確かに。でも今は逃げる。逃げるんかい。なんちゃってかかったな、ボトル。まさか、作戦。あ、あれ？当たんない。作戦。どうしてだよ。まあラストさんのフォローもあったしね、仕方ないよ。まあ切り替えていきますか。縄張りはラスト30秒で決まるって言われてるからね。ここからや、負ける気せえへん地元やし。ここは地元じゃないんだよな。でもなんか聞いたことあるような気が、確か。あ、いやいや、そんなことないはず。ここは慌てず騒がず飛び込まず、落ち着いてやっていきます。よし、ここや。あ、これは、嘘やろ。野崎が盛大にフラグ立てちゃったからね。いや、まだや、まだなんとかなるはずや。見てたんで、地元だまし。残念だったね。はぁ、ま、まだフェスは始まったばかりだし、楽しんでやっていきますか。おう。思ってたよりも低かった。あんまり気にせずにね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してね。動画の感想とかあったらコメントよろしく。X もやっているのでフォローしてくれると嬉しいな。概要欄にリンクあるよ。それではサラダバー。え、今、サラダバーって言わなかった？